なぞなぞバードレベル21。ぬあはは、私の名前はなぞなぞバード。君はこれから出す超難問なぞなぞに答えることができるかな。もし答えられなかった時は助けてねば。こいつに罰ゲームを受けてもらう。今回の罰ゲームはケツバットだ。ケツバットだけはやねばよ。問題。花火職人の現場にある果物を持って行ったら怒られてしまいました。持って行った果物とはなんだ。めっちゃめっちゃ難しいねばね。5 4 3 2 1。わっ、分かったねば。バナナねばね。バナナは食べた後に皮をそこら辺に置いてると、その皮に滑って転んで花火の玉に当たってバコーンみたいな。答えは柿。花火職人の職場はたくさんの火薬があるため、火器厳禁。すなわち持って行ってはいけなかったのは火器というわけだ。見てくれてありがなっとうねばー。